スレッドライダーの田中兵馬です。僕が紹介するのは LTB リミテッドです。このモデルは LT シリーズの中で一番硬いモデルになっています。昨シーズンとの変更点はセンターフレックスを落としているので、もう少し乗り味が良くなっています。トヨタの特徴としましては可変キャンバーなので、フレックスは硬いんですけれども、しっかりフラットな部分があることで楽に乗れることができます。カービング、速度域をちょっと速くトリックしたい人とか、ルーズに乗りながらも高速域でトリックしたり、山全体遊んでいきたい人におすすめのモデルになってます。ぜひ乗ってみてください。反発もすごい感じられるんで、ノーリーした時とかもう気持ちいい反発がもらえて、すごいいい板だなと思いました。乗り系も体預けたらすごく乗りやすくて、もう乗り位置も分かりやすいんで、僕は気に入ってます。ノーリーの反発の爆発力がやっぱリミテッドはすごいですね。ノーリーだけ打ち続けたいぐらい気持ちよかったですね。まあ乗る場所自体はたくさんあると思うんですけど、足を引き上げる動作とかやっぱ硬い分しんどいですね。ちょっと重かったですね、個人的には。